スッキリ公式 YouTube です。11月18日に放送した観葉植物企画の家庭で簡単おしゃれに観葉植物を飾ることができる技をご紹介します。ご覧ください。今日はですね、何個か入るこの器の方に全部一緒に入れていこうかなと思っています。はい、本当に入れるだけで簡単なんですけれども、はい、こうやって、でカウンターなので、はい、ちょっとこう前に垂らしたりとかしても面白いのかなと思ってます。前には垂れ下がるもの、あと直立しているもの、あとはこうふさふさしていて足元が隠れるもの、そういう大きさの違うものを混ぜて入れるとバランスがいいと思います。できればちょっとこうメリハリをつけるために明るいグリーンと濃いグリーンを混ぜてみたりだとか、葉っぱの形の違いをいろいろ混ぜてみるといいと思います。おーそうですね、あ、本当だいぶ雰囲気変わりますね、これだけで。これはガラスに入れると何がいい？これはもう見た目ですね。ちょっとテラリウム風というか、いろんな飾り方の中でこういうのも私もよくやる方法です。ランなんですけれども、ガラスと曲線とピアノの上合うかなって思って選びました。いいですね。これハサミでここを切っちゃいます。この線が消えるだけでも随分変わって見えてきます。細いワイヤーに今から変えていきたいと思います。植物をすごく目立たせたいので、なるべく目立たないような素材でやっていきたいなと思います。バランスを見て、できました。スッキリでは今後もこのような動画を更新していきます。よかったらチャンネル登録お願いします。